藤並五一以下先鉄小増臭より、野呂玄城野呂玄城は、江戸時代中期の本蔵学者。日本における蘭学の先駆者とされる。本生は高橋、縄実を。通称は源氏。連山と豪須。高橋善太郎の子。野呂三章の養子。伊勢国滝郡果瀬村に生まれる。二十歳の時、京都に出て、医学を山脇玄州。 儒学を並川天民、本蔵学を稲尾若水に学ぶ。教法5年江戸幕府の命で諸国の薬草を採取する。当時の将軍、徳川吉宗は西洋の学問のうち実用的なものについては肝を緩め導入を図ったが、この吉宗の命を受けて青木今虫と共に乱語を学ぶ。さらに江戸散布中のオランダ人からドドエンスの本蔵書の存在を聞いて、 日本最初の西洋博物学書とも言うべき、オランダ本を和解を表した。またヨンストンの、長寿中魚図譜の省略、オランダ畜重中魚和解も表した。大正13年、聖五位を追造された。ノロ現状の功績を称え、出身地の三重県滝群滝町、旗瀬に、元武の館という記念館が2000年に設置された。隣接して、 中山薬草薬寺公園も整備され、合わせて、元竹の里と称されている。ありがとうございます。